ここ行こう。あ、オッケーオッケー。あれ、ちょっと待って。あ、重要情報だから中身不明か。なるほど。じゃあバイクで行くぞ。オートバイに乗る。もう一個どこだったんだ。たくさんあるよ、ここちゃんと4台あるじゃん。1キロもない。よし、じゃあ安全運転で。ああやべ、結構ねバイクからね転倒することもあるから。の道あるじゃん。近い。おっつ、危ない危ない危ない。ああカルテルいるね。いるな。おーし、あカルテルの車両後ろから来てるよ。道から離れた方がいい。あ、本当だ。よいしょっと。ここ拠点だ、敵の。なるほど。ドローン。ドローン展開。この辺りに何か情。ちょっとこの手前の小屋が。もうちょっと近づくか。中かな。多分中だと思うな。ちょっと、おっと、あ、いた。もう一人は？そう、あと一人どこなんだろうね。あ、いた。2階かな？あ、そこか。一階だ。奥の方もスポットしとくね。オッケー。あ、間違った。ごめん、発砲しちゃった。バカ野郎。あ、まだ大丈夫だ。気をつけろ。とりあえず声を片付けた。ノイズ。まだこっちの幹部。いや幹部って言っても今あんまり情報持ってないっていうかさ、その人たちさ、仕留めた。一回でもさ銃声鳴らして警戒されたらさ、的確にこっちの位置を掴んでくるのはなんでだろう。クソが。メタルギアあるある。え、メタルギアそんなすぐアラートモードに入ってもこっちの場所すぐ感づいた。で、車両来てる、車両行って。いや、ヘリも来てんじゃん。何やってんだよお前だよ。いつものドンパチだわ。これガソリンスタンド。あ、ね、やっべー、グレだ。ならば民間人いないよ。いないよね。知らないよ。知らない。あー、燃えろ燃えろ。よし、痛い。入り口に2人。オッケー。よし、あとはヘリだ。ヘリめんどくさいな。なんか持ってる武器。俺今砂とサブマシンガンなんだよね。同じ感じ。痛い。ちょっと運転手撃ち落とすか。お？オッケー、グレランデ。オッケー。痛いよ。ちょっと高すぎたな。痛い。どっか武器変えれるとこあった。オッケー。あ、ナイス。普通に装備メニューから変えれるよ、武器って。普段。あ、マジか。そら知らんかった。最近知った。本当にまだ全然やってないからな。おーし、これなんだ。よいしょ。防音工事の領収書を見つけた。防音工事。ペリコのラジオ局か。この住所に行ってみよう。DJ のラジオ局だってさ。ラジオね。
物資の場所を反乱軍に伝えよう。あ、物資少ないな。後で返してもらう。そんなにない。で、反乱軍の檻がある。俺檻開けてもな、あんまりファークライみたいにお礼くれたりしないんだよな。本当の。場所どこだ。これはなんだっけ。これ重要情報で、こっちがこれも情報で、これがあ、遠いな、ラジオ局、うん、遠いから、うん、そうだね、パーツケース、あ、ターズ101のそのスナイパーライフルのサイトあるから、これ回収していくか。行くか。ここヘリあったしょ、上に。うん、あるある。もう大丈夫だ。よし。ライトやスイッチがたくさんあるな。曇ってきた。これミッションどんだけあるの？これミッションどんだけあるの？どんだけあるんだろう。まだ。全然ね、ほんのちょっぴりしかまだやってないと思う、うん、で進行度、うん、何パーセントだっけ。昨日 14% だったの覚えてる。今日見てねえ。全然ない。見てねえっていうか見てなかった。まあとにかく広いんだこれ。カルテルの車両あるし。こんばんは。はい、こんばんは。こんなところに降りとくか。だね。降りるのが早いよ。よいしょ。おお。これ平坦なとこに止まんないとプロペラちゃんと止まってくれるね。おお。よいしょ。あ、シカリオのリーダー。なんだこいつ。ゲーム重そうだよな。あ、待って待って待って。広すぎーわ。ドローンがバグった一瞬。バグるのか。これで全員か。だってね、うん、マップだってこんだけ広いもんな。うん、本当に。だってまだまだ。グラセフよりも5倍だっけ？グラセフのマップより。まあ単純に見て、グラセフより広いよな。やることは限られてるけど。グラセフやったことないけども。なんだと。さて誰から。なんだこのびっくりマーク。人何に見える。ちょっと待った、やばいやばい、ちょっと待って。これ物だ。ああ、物か。物だけどさ、あとこいつ、あの脅迫、うん、緑マークついてるやつはあれ多分確保だだよね。あのこの前確保しようとして間違ってテイクダウンしちゃったから。マクミラさん、こんばんは。ボタン間違えるから。じゃとりあえずこいつ一人だしやるわ。あとこいつもやるわ。オッケー。待てよ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 。同時にやろうと思ったのに。危ない。あいつ確保しに後ろから行く。オッケー。おりゃ。あ、いた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 。落ち着け。行くぞ。でバンバン被弾したけど。みんな大丈夫か。あ、くそ。おい、匂うか。火薬と血の混ざった匂いが。サンタムエルテの匂いだ。お前らが売った魂を集めに来たみたいだぞ。仲間に伝えろ。カルテルに従えばカラスの餌になるってな。言われた通りにするよ。もうやめる。ボリビアを出てく。これによるとカルテルが近くの空港で輸送機の準備を。お、支援解除。傭兵支援だ。ドンパチになったら呼べばいいんだ。そうだな。飛行機を奪うか。シカリオにとってはパツパツ。ハンラングにとってはいい日だ。パツだパツ。武器ケースがあるぞ。どっから入るのこれ。どっから入るんだこれ。あ、四方で割れってことか。あ、なるほど。入り口あるか探しといて。うん。爆破準備完了。あ、四方の必要ないわこれ。普通に開くわ。なんでよ。おっしゃ。おお。このスコープ装備してみるか。早速よいしょ。
マタイルスエイのありがたいお話が。よしよし、装備だ装備。どんな感じかな。装備 OK。すごそうなスカイ。また MP5 装備してっか。お、すご。お、いいんでない？めっちゃいいじゃんこれ。まさにスナイパーライフル。うん。MP5、MP5 多分特に装備できるものないな。よし。んじゃあまたちょっとこの右の方に折りたたみストックもあるから、これ回収、もう一つある。ショートバレル。この辺回収がてら重要情報近くにあるから取りに行こう。オッケー。これ徒歩で行けるな。お。他と比べて小さめの墓もあるから。幹部クラスの墓だ。ああ、700m か。700m だ。お前シールズかよ。特殊部隊員にこんな墓は必要ないはずだ。あ、疲れてる。スタミナが。なかなか傾斜のすごいところを走ってるからな。これ相当疲れるぞこれ。足走ってる拍子にタイミング悪かったらグキっていっちゃうよ横に。足首が命より足首の方が大事だから。逆じゃね。よし、カルテルがいるぞここは。これはなんだ、サンタムエルテ墓地だ。墓地か。墓地なの。墓地なんだな。近くに敵がいる。はあ、敵を発見。周辺に複数の。今度こそ。スマートに行くぞ。今度こそ。敵をマークした。もうちょっと近づくか。うん。これなんだろうな、この上のさ、この吊り下げられてるこのあるじゃない？あるね。石。なんか撃ったらさ落ちそうな気もするんだけど、どうなんだろうね。これさすがにないか。さすがにそこまで作り込まれてたらやばいよ。一般人も結構いるけど。これ落ちてもちょっとしゃあないな。大したことなんだ。あれもだ。あともう一人。おっとっとっと。じゃあ俺はちょっとね、こっち側から。大丈夫そうじゃない？どいつだ。ああ、大丈夫じゃないか。うん。じゃあやるかな。お？はあ！やった。早速やらかせる。隠れろ。おい。台無しだよ。幹部いるし。いやー。あー、おい。あ、でも別の情報落ちてるな。人は逃げちゃったけど。うん。よし、情報ゲット。ヘリコの元ボディーガード、アルトゥーロ・ルイスのことが分かったぞ。DJ のね、カルテルの仕事をしてる。今は船からボディーガード。ヘリコの情報がもらえるかもしれない。ほう。で、あれ？アイコンついてるけどいないぞ、情報を聞き出せそうな。あれ？宙に浮いてるぞ、これ。嘘。なんだこれ。アイコンが宙に浮いてるんだけど。え、びっくりマーク？うん。もう俺びっくりマーク映ってないよ。バグか。またバグだ。バグだ。またバグだ。バグなら聞けよ。物資回収。で、物資が。
よし、じゃあ次の目的地を。あ、近いな、ストーリークエスト。近いんだけども、スキルポイントと武器があるんだけど、スキルポイントを回収していくか。近い、こっから。うん。オッケーオッケー。おし、ホワイトセダン乗っていくぞ。危な危な。おぉ。まあ、こいつもボコボコになるんで。いやいや、ちゃんと走る。近いから、距離。おぉ。前方にカルテルが。いるね。いるね。スマートに全員死んだぞ今ちょっと微妙な引き方だったけどスキルポイントこの上だ。オッケー、物資もいっぱいある。あ、物資結構ある。ここにカルテルのメダルがある。どこかのシカリオが悲しむだろうな。まあ、メダルがそのスキルポイントだ。あ、スキルポイントだっけな。あ、スキルポイントね、あ、1ポイントか。しょぼいな。まあ、物資回収だ。物資、あ、そこか。おい、これも回収だ。あ、これもだ。敵がいるぞ。ん？これは中か。よし、じゃあ目的地をだな。これショートバレル。それショートバレルってのは、あ、LMG 用だ。あ、使わないな。まあ使わないけど、回収は回収。敵がいる。気を抜くな。ユニダットはムシムシ。早速ボコボコになってるけど、この車。え民間車に引かれまくってる。引かれる民間車両まったく。あ、カルテルいる。いるね。あ、いるけど、いるけど、まあ、あ、まだ奥にもいるな。大したことなさそう。あ、これ放送開始ミッションがあるけど。あ、そっか。ワイルドランズの敵の放送結構めんどくさいんだよな。うん、ワイルドランズの敵の索敵範囲広すぎない？ほんとね、それ前からずっと思ってたんだけど、やっぱりおかしいよ。あのちょっとこっちがさ、まあ撃つのをミスって、まあ敵が警戒するまではわかるけど、警戒して、うん、ね、警報鳴らすのもわかるけど、こっちに向かってくるんだよ場所がわからない。ほんとに。あ、そっか、場所分かってないのにこっちすでに向かってくるもんね。うん、そう、それはなんか変じゃない？確かにおかしいわ。これ建物の中じゃないか。中か。建物の中のドローンの操作難しいんだよな。それ1階にはいない。あ、2階にもいないぞ。嘘。どこ？こっちの建物か。お、あれ、いない、いの、い、え、あれ、いないんだ。おお、びっくりした。あ、下、あれ、うーん、これ下あるのかな。あれ、あー、真下があんのか、これ。うーん、いや、とりあえずちゃんと索敵はしよう。うん、あ、これ絶対下あるね、これ。でもこれ下あるよ。下あるわ。そしてこれ、ああ、ストーリーミッションついでにあるって感じだ、きっと。そうだね。よし、ここをちょっと騒ぎ立てたらやばいよ。敵結構いると思うよ。だよね。慎重に行こう。情報を調べるか。